図画がある、ブラプスレストレピア族リストラピアは卵化植物の属の一つ。背ヘンと側ベンがコンボ状になる変わった形の花をつける。着生植物。根本から多数の茎を出し、その先端に葉をつけるが、茎は普通は葉よりかなり長い。茎には扁平になったツトがある。花は単独に出るか多数の場合には過序軸がなくて多場性する。 小花柄は長い。背学片と側下辺は細く、その先端が膨らんで、こん棒状になっている。側学片は互いに融合している。神弁は他の可皮よりずっと短い。また、神弁の側列編は先が細く糸状となる。随中は細くて、その基部は多少でも休憩に膨らんでおり、ここに神弁がしっかりとつく。学名はコロンビアの自然と地理を、 初めて調査した、博物学者である、レストレポの名にちなんでいる。メキシコ以南の熱帯アメリカに分布し、アルゼンチンにまで分布がある。山岳の標高の高いウンムリンに生育するものも、あるが、より低い地域の乾燥した森林に出現するものも、ある。約30種が知られる。本属は、プレウロタリス属プルロタリに似たもので、セガクヘンや、 側花弁が細長い梱包状になることや、花粉界がこの属では2個であるのに、本属では4個である点などで異なる。やはり、プレウロタリスに近いレストレピエラゾ・クリストーピュラは、単一の種である、アール・オフユーセフィラのみを含み、新弁に、側レッペンがないことや茎やそのサイヤが丸く太い、点などが異なる。溶蘭として栽培される場合がある。ただし普及しているものではない。以下、 主として、園芸植物大辞典、P2993、唐沢監修、P570 から571、橋本。ありがとうございます。